この日がやってまいりましたね、おじいさん。この日がやってまいりましたね。いやー、待ちくたびれた。いや、それにしてもこれから女の子が出るということは確実にお知らせしているであろう、このマイクの位置。ほんまやね、真ん中にここにあるということはみたいなねとかありますからね。とりあえずちょっと1枚ホワイトボードと思っていいですか。何の一番手前のソルディです。いや、色味をちょっと戻してあげなあかんな。女の子鮮明に見てもらわなあかんからね。はい、そういうわけでですね、はい、11月、26日ですね、給料日明けですね。よっしゃ、明けたぞ。はい、立井さんに100万もらいましたか。おっ、おっ。というわけで、高所得取り立井さんです。お願いします。おいっす。じゃあ、こうやって高所得取りとか言ってますけど、立井さんこれ言われて困ることですけど、大丈夫ですか。大丈夫ですか。そんな聞いてないです、みんな。いや、聞いてますよ。いや、11人しか聞いてないし、みんな。いや、これこの後ね、皆さんもう一回見たりとかしますからね。いやいや、でもそれにしても、始まって2分だけ。こんばんは。あ、ありがとうございます。なんと組織票であることがバレましたね。いやいやいや、寒くもなってきてですね、立井さんがこのマッチョである衣装をそろそろこうやっとこうなんていうか意味を成してきたというか、ポカポカしてきたというか。あったかいですわ、これ。いや、ほんとね。いや、ありがとうございます。筋肉をまとう男は冬は関係しませんからね。というわけで、ですね、今週おととい、まるちゃんの放送はですね、17人。あ、まるちゃん。やったんですよ。食べ比べ、え、はい、何やった？食べ合わせ、ね、あ、食べ合わせ。何やった？何やった？いや、豆乳とソーダで、何？カルピス？いや、飲むヨーグルト。飲むヨーグルト。やったんですけど、これをやって17人。で、昨日ですね、鍋ランキング、どっちも食べ物に関わる話だったんですけどね、こんばんは、ザス。やったんですけど、日野さんの放送は110人。うおほほ。ゼロがほぼ1個違うっていうね、10倍に及ぶ。で、俺いつもなんかその真ん中40、50行くんですけど、なんでこの火曜日から水曜日へ の水位の上がり方がもう半端じゃない、半端じゃないね。いうところでね、成長しないなというところなんですが、そこはもう置いといて、水木金をちょっとこう月末に向けて盛り上げていければなと。ほんまですよ。ちなみにこう17人であるまるちゃん、飲食の扱うということで、立井さんもグルメ散歩してるんでね、あの人の放送どうやったら伸びるっすか。あの人、はい、まるちゃんの放送。いや、食べ合わせがあかんのじゃ、多分。もうそもそもコーナーがダメですか。コーナーあかんかもしれんな。そもそもコーナーか。そもそもコーナーか。もっとなんかあの体を使ってなんか生かされへんかな。いやー、そうですね。いじったらおもろいやおもろいよ。そうですね、いじったら面白いですね。ただ一人で喋らすと全く面白くないですね。多分聞き取りにくいのが多分なんてが連発しそうな気がする。でもワッハッハ言いすぎてワッハッハがめちゃくちゃ多いっていうね。っていうのもあれ、ワコツ来てます。ワクトリお疲れ様です。最近ワコツも聞かなくなったっすね。ありがとうございます。というわけで14人ということで、今日は山崎が9割喋る企画で、いや、僕がね、喋って終わらせてますから。社員総会お世話になりました。ありがとうございます。おこの前ですね、社員総会お世話になりましたというコメントが来た後に、ニコ生では大したことないなというコメントをもらいましてね、真摯に受け止めて反省するという、今後の MC 業に大きく関わってくるご指摘やったんでね、しっかり勉強して、なるほど、あの日以来ミノモンタを見てます。セクハラの動画でね。確かにセクハラしとる。どこで行ったのか言うてね、うろうろ言うて、いうようなことを考えながら、今日は、先ほどコメントの方にも出したんで、タイトルの方にも出したんですけどね、今日は大好評、第2弾、来たよ、さすが。バーレスクバニーちゃんですね。いやいや、やってしまいました。やってしまいましたよ、バニーちゃん、呼んでしまいました。好き。いや、僕たちはなんとかして立石さんの放送でバニーちゃんを呼ばないということを決意してたんですけど。タテさんの方がね、暴走してしまうという。タテさんがうわーって言ってまうかなと思って、バニーちゃん止めとこう思ったんですけど、いや、バニーちゃんで、バニーちゃんで。タテさんやからこそバニーちゃん呼ぼうかっていう話になって、そうなっていくと。で、最近ね、バニーちゃんの人数も増えまして、バニーちゃん最近可愛いなと。待ってました、ありがとうございます。なんであんな質上がってんねやろね。あなたたちよりも横に座ってもらう僕たちの方が待ってましたよ。ね。待ってたよ。というわけでですね、現在うちのね、総合に入ってる小谷くんがですね、こたちん愛する女の子が来てくれて、小谷が前から、いや、この子かわいい、この子いいっすよって、それもこの子かわいい、この子かわいい言うてた。小谷に待って呼びました。呼んじゃった。来てくれました。これなんか目撃ドキュメントみたいな。お母さん探しました、会えましたみたいな。一生懸命探しました探しましたみたいな。
れましたみたいな感じになってまいりましたけど、まあそういう系の感動の再会ではないんでね、目撃的にしない人が多い。子たち見てるかお前。答えがね、店を開けてくる可能性があります。お来てたら問題ですよね。もしかして端から端ですからいやここでね、じゃあちょっと早く早よ、いやもうそろそろもうもう早よ、当てた、久々当てた、早よ、僕たちの早く早よというところなんで、じゃあお呼びしましょうか。了解です。しゃあ、この後ね、あの第二弾バニーちゃん来る予定なんで、やっべ、よっこらせ、あれ背もたれ抜けたね、大丈夫。さあ来るよ来るよ、この中で。こんばんは。うわー来たー緊張する。はい、緊張しないしない。いやコスプレしてんのが2位で、おこたに見てるか、こたに総合情報所のこたに見てるか、おい。アベイさん、バニーに近寄らないで。来たよ、来たよ。ではですね、お店の名前とお名前、はい、年齢で自己紹介、お願いします。お店の名前。はい、お店の名前と、ご自分の名前と、で、年齢で。はい。どうぞ。バーレスクのミリーで19歳です。よろしくお願いします。顔マジで。いや、19歳でこの姿、乱れとるな。アデイさん、なんでここまで娘ぐらいの年ですよ。いやほんと、なんでこれ、ほっとかれへん。そうですね、コスプレ完成度高い、これ何コスプレのおっさんとコスプレのビッピーさん、いやあのね、めちゃくちゃあの僕が浮いてます僕が浮いてますというわけでですね、もう一回た、じゃあね、あのサービスショットもしましょうかということで、なんでそんなあの、じゃあ、お席引いてもらって一回立ってもらって、ちょっと一周してもらっていいですか。一周、はい。なんでそんなメガネ外してみてください、お嬢様。待ってください。いや、それ早いよ、メガネありきでしょ、メガネありきでしょ。メガネはつけてます。どうぞ。これマニーちゃんはね、はい、こんな感じです。うわうわうわ、はい、はい、終わり。もうやれへんね。もうやれへんね。もうやれへんね。うわ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 、コメントマジやわ、タイさん。おう、おうマジです。マジな、マジなコメント来てますわ。ではですね、バーレスク、ミリーちゃんに聞いていくインフォメ一問一答、よろしくお願いいたします。お願いします。記者会見みたいになってますけど、いやほんまに女の子の声を拾うためにね、タテイさんの声がずぶとすぎて拾われすぎて、極力伺いますね、伺いますね、近づいていかないのということで、ではいきます。出身地お願いします。出身地は奈良です。奈良で、おお、関西です。奈良県です。では、自分の性格を一言で言うと、ポジティブです。ポジティブ、いいね。それよく使うよ。タテさんポジティブ力マジで小学生なんで。小学生。前向きでしかない。ではいきます。この仕事を始めたきっかけは、たまたまオープニングの求人を見つけて。求人誌か。求人誌。これは聞いたんだ。キリーちゃんもそうでしたね。そういう求人誌見てみ、フロメーから来てましたからね。そうそう、多分一緒やと思う。え、マジですか。で、キリーミリー、キリーミリー、はい、完全にこれ兄弟枠。そうなんですよ、実は兄弟枠ですね。あらあら。ではいきます。休日の過ごし方。ヨガに行って勉強とかしてます。ヨガいいね。なんかヨガって女の人が聞いたら全然普通なんですけど、どうもエロく撮ってしまいますよ、ね、嘘もうね、もう多分この辺の男性ヨガって聞くだけでちょっと乱れてるんですね。いや、いいね、ヨガ。では、はい、初恋は何歳ですか。またそのお相手は、4歳ぐらいで、はい、幼稚園の同級生の男の子でした。幼稚園の同級生多いな、うん、幼稚園高いやな、女の子は高いやな。ではいきます。好きな男性のタイプは、優しくて余裕があって男らしい人です。なるほど、優しくて余裕があって立石さん、あ、出すぎよ、出すぎや、かぶりすぎてたら、かぶりすぎたタイマー測られますよ。なるほどね。では勝負下着は何色ですか。きた、ピンクです。うわ、ピンキー、セクシーピンク、ピンキーちょうだい、セクシーピンク、ピンキー、もう今時ピンキー売ってないですよ。あ、ほんまや、ピンキー見ないでしょ、見ないな、もうピンキー終わったんですよ。確かに、もうミンティアの時代ですから。うわ、ほんまやわ。実はピンキー、だってピンキー俺らが学生の時ですよ。でも私も食べてます。食べてました。もしかして年齢詐称ですか。そんなこと、そんなこと。ではいきます。初体験は何歳ですか。17歳です。おー、意外と青春な年頃で、いい、うん、ここ15分広げますね。ここ15分立井さんの話も10分広げますね。なんで。ではいきます。
飲みすぎての失敗談は19歳からありませんよ。はい、あったら問題ですからね。お前その質問はあったら問題ですからね。それはお酒は20歳になってからなってから、正直言っていいですか、20歳になるまで飲まんかったら誰も飲まんちゃう。タバコは20歳になってから、20歳になるまで吸わんかったら誰も吸わんから、うん、ではいきます。まあ、そんなこっち側の話はなしでしょ。今一番の悩みは今一番の悩み、喋るときに英語と日本語が混じっちゃうことです。おおかけ、英語と日本語がしゃべるってことは帰国子女的な、はい、ちょっとここもゆっくり聞いていきましょう。ここの話と初体験の話つなげるかもしれない。Oh yes, yes. マティさん、気早いですね。それやりましたら。マティさん、言いたいことは分かってますよ。Yes. ではいきます。将来の夢は？世界回りながらお仕事する方です。お、いいよ。世界を回りながらお仕事。すごいな、ワールドワイドですね。では。ご質問の方は以上になるわけなんですが、はい、マティさん、あ、恒例のやついきますか。あ、なんかあったね。恒例のやついきますか。あった、ね、恒例のやつ知らないですよね。知らないです。出てきたらびっくりすると思います。ドドン、はい、はい、抱かれたいのは誰だ選手権。あ、見えてる、見えてるね、これな。ですね、この5人ですよ。はい、あのね、もう19歳のべっぴんさん捕まえて言うのも申し訳ないですけど、いや、毎回持ってたけど俺ちゃんとこれ見せてなかったから。そうっすね、ちゃんとこれね、あの、まあ、もう強いて言うならでいいです。強いて言うって選ぶなら、て言うなら、もうこんなか選ぶのかよ。まあ、しゃあなしやったらでいいんで、僕がせーのと言えばお指をさしていただければと思います。もう心は決まってますか？迷う。大いに迷ってください。いいよ、いいよ、全然迷っていいよ。決まりましたか？はい。よし。ではいきます。抱かれたい男は誰だ？せーの。はい、イエーイ。来ました。19歳のハートを射止めたのは40歳のおじさんでした。おじさんでした。戦争や、戦争や、戦争やで、タネシさん。すいません、19歳の方に。いや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 、タネシめってコメントきますよ。すいません、本当。いや、本当ありがとうございます。小谷がパネルをぶち壊してる。やばい。あ、小谷ごめん。あ、小谷入れてなかったやん。でしょ。小谷の写真持ってくる。小谷は入れてないです。小谷は今後です。というわけでですね、ご質問以上になりますので、まあ、あのゆっくり選ばれて、あの広げていくわけなんですが、出身地奈良ということで、奈良から通いですか？あ、今は大阪住んで。あ、もうこっち出るんですか？はい、奈良どうですか？あの田舎なんですか？僕奈良っていうイメージがどうしてもそれなんですけど。田舎ですね。寒いです。奈良の下の方ですか？下の方なんですけど。あ、じゃあもうちょっと川を、もうなんか田んぼとかしかないし。あ、そうなんですね。星がめっちゃ綺麗です、夜。いや、そう、僕、ね、奈良っちゃいましたっけ、ソニ高原って。なんかね、奈良に若草山も行った。あ、星が綺麗。タディさん、夜景が見える場所がいいです。最高。いいです。なら、いいね。では、いきます、自分の性格を一言で言うと、ポジティブ。昔からですか？いや、ここ数年です、ね。あ、じゃあちょっと考え方の変化が変わりましたよ。あったと。昔はちょっと、じゃあ落ちる時もマイナスな時もあったしみたいな。あ、すごい神経質でした。あ、そうなんですね。これも海外志向ついてもだな。そういうやつかな。では、いきます。この仕事を始めたきっかけ、あの求人広告からというところで、もともとじゃあ、あれですよね、バニーガールみたいな感じの触れ込みがあってですよね。そうですね、なんかそのバーレスクっていう映画も好きやったんですけど、そのバーレスクっていうところにまずすごい、なんか興味があって、で来てみたらバニーガールがあるっていうので。じゃあバニーガールの存在はあまり最初知らずに行ったみたいな感じですか？その お店にあるっていうの、ね、いやでも知ってたと思うな。まさかこのスパの格好結構ハードル高いですよね。あ、最初はちょっと抵抗はなかったですか？そこそこそこよ。面接の時にこの衣装着ますって言われた時はえってなったんですけど、でも出勤してみたらみんな一緒の服着てそんなに、みんな全裸だと恥ずかしないと一緒する。そうですね。タディさん、みんな全裸だと恥ずかしくないです。そういう店作ってください。じゃあではいきます。休日の過ごし方、まあ、ヨガということで、はい、最近流行りのホットヨガですか？ホットヨガです。あのむっちゃガッと汗かくやつですよね。もうすごいサウナみたいな中でヨガやるんですごい汗かきます。タティさんもヨガ好きですよね？
いや、ストレッチでした。いや、でもやりたいね。やりたいと思ってる。男の人もおるよね。います、います。ね、います。ほら。タテさん、男の人もおるよねって言ったら、なんかどうしても卑猥な声に聞こえますよね。なんか女の子ミニヨガ行ってんじゃん。いや、ミニ、まあそれもあるかな。まあ、時ですね。まあまあ、ね、何か頑張れるね、うん、なんかこ う, そ う, そう、あれも大事、きっかけも大事です、ね。頑張れそうな気する。そうそう、俺も頑張れそうな気がする。体柔らかくなるんですよ。そうそうそう、硬いからね。そうなんです。カチカチやから。そこカチカチなんですか。ただのお世話やね。では行きます。初恋は7歳。お相手はということで4歳で幼稚園の同級生、はい。まあ、こちらなんですけど、例えばこう小学校に上がってから中学校に上がってお付き合いされたみたいな、そんなこうお話があったりは。はもう幼稚園でそのお相手が転校しちゃって、あるパターン、あるパターン、もったいない、あるあるパターン、好きになってもらったらもったいない。初恋の方、今バニーちゃんやってますよ。今バニーちゃん見てるかな、見てるかな。いやいや、ほんまにもったいないな。俺がもしこれ見てたら絶対帰ってくるわ。3万円くらい握りしめてこれで遊べるかいって。立石さん、ちなみに初恋はいくつなんですか。え、立石さんの初恋。いや、俺も 5歳ぐらいだったと思う。 お相手は。いや、おないの。あ、近所の同級生みたいな。同級生。立石さん、恋多すぎて覚えてないことが多いですね。だって40歳で見えないでしょ、立石さん。見えない。ワンダーボーイなんでね、40歳で見えないですよ。では行きます。好きな男性のタイプ、優しくて余裕があって男らしい。はい。これちなみにですね、まあ、年齢ですね。年齢。まあ多分上がいいとか下がいいとか、これだけで見るとちょっとまあ上の方がお好みだ。そうですね。何歳ぐらいまでいけます？私でも年齢気にしないです。逆に下の人でも気にしないし。ああ、人間ができてれば別に年下でもみたいな。なるほど、じゃあ年齢気にしない。ね、まあ、下沢の話ですけど、40、50になってきたらちょっとあっちの元気がなくなってくるんで、そういうところに問題は出てきますけど、大丈夫ですか。大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫。その点も愛してくれます。性欲減退した関係です。ではではでは、勝負下着は何色。ピンクということですよね、はい。実際この衣装の時って下着どうしてるんですか。下履きっぱなしですか。履いてますね。じゃあここから発射機出るっすよね。出てます。出るっすよね。まあ込みで、じゃあファッションってことですよね。そうですね。その日見せパン。じゃあってことはその日勝負が分かるってことですよね。出勤しました。で僕らまあ誰か、あとお客さん遊びに行きました。でバニーちゃん来ました、ピンク、本当に勝負。いやいやいや、勝負見せてモテるやんみたいな、ってことになるってことですよね。そっか、バレちゃう。ってことでバレちゃう。今セクシーやったらバレちゃうの時でしょ、ね、選ばれてないの時でしょ。安心ください、履いてます。そうそう、履きながら示してますから、ね、履きながら示してますから、はい、履いてます。では初体験は何歳ということで、17歳。いや、ちょっとゆっくりめな、そうですね、あれですけど、ちなみにですね、これインフォメ調べですが、立石さん、可愛い子の初めては大体年上でヤンキーに持っていかれるっていう、そうやね、定義がかなり、ね、濃厚なんで、ご質問です。その当時のお相手はおいくつでしたか。32歳。うわ、めっちゃ上や。うわ、32歳、悪いな。すごい、恥ずかしい。32歳やったね。32歳やったら悪かったとかもうあんまなさそうですね、大人な男性。普通にうまくリードされたやろな。リードされたやろって。いや、17歳で30歳、もう戻られへんな。いやね、俺ね、この前ちょっと確信をつく内容の文字を見たことがあるんですけど、まあ、17歳の世代の会話で、うん、まあ、彼氏が年上やと、すごく落ち着いてていいみたいな、うん、っていう話があったんですよね。けどその30代の同世代からしたら、いや17歳行く30歳なんか全く落ち着いてへんやろっていう、うん、それ言われてみたらそうやなと思います、ね、今自分が、俺も思うんですけど、自分が今27なんですけど、はい、27になって19歳はちょっともうギャップすごいっすもんね。立石さん、何よ、このギャップを埋めれるタイプですか、タイプじゃないですか。いやいや、全然いきますよ、さすが立石さん。立石さん、任せなさいよ、性の伝道師アダム立石。ではいきます。今一番の悩みはということで、英語と日本語が混じってしまう。そうなんですよ。アメリカに行ってはったってことですよね。はい。どれぐらい？うわ、でも言うて1年ちょっとぐらい。1年間、はい、語学留学みたいな。普通に向こうの学校に行ってました。ああ、いや、これね、めちゃこれできた人そんなに羨ましいと思うんですけど、いや、今はじゃあ英語でもうパッて話もできるし。 Yes。 で、お、イエスは俺でも言えるわ。イエスは俺でも言えるわ。ワンブロックターネフトぐらい言えるじゃん。
いやでも英語で何言ってことすごいですね。これだ、英語と日本語回してしまう時っていうのは、え、もう何しててもなんか無意識にあのルー大柴さんみたいになってしまう。ああ、トゥギャザーしようぜすごい恥ずかしいです。トゥギャザーしようぜしてしまう。ちなみに1年間はおいくつからおいくつまでの間に、高校を卒業してからなんで18から19。ああ、なるほどですね。タジさん、アメリカに初体験が終わってから行ってます。わおアメリカ人どうでしたか？ノーコメントでノーコメントっていうことは、あ、とっても大きかった。1トンなアメリカ人、これな、うん、これ海外のやつ1トンな、うん、すごい大きかったです。1トンだ、はい、あの、あれやな、あのバーレスク外人すっけな。キリーちゃんもそうや、キリーちゃんもそうや、キリーちゃん大好きです。キリーちゃんも好きなるほどね。海外の良さはありましたか？俺の今良さはあれで、もう話ではもう1個しかないで。いや、日本人がいいです、やっぱり。日本人がいいです。よかった。大きくて笑いぐらい、小さくて硬い方がいいらしいです。まあ、極論ってこういうことですよね。極論そういうことです。だそうです。日本人の皆さん安心してください、サイズじゃないそうです。盛り上がった。では、将来の夢ということで、世界を回りながらお仕事ということも、英語を駆使してみたいな感じのお仕事をしたいと、ね、はい、おいくつぐらいで旅立つ予定ですか？25からはもうなんか自分のやりたいことで回れたらな。かっこいいな。なんかバーレスクの人ってみんな夢多いですね。アンナちゃんも保育士って言ってましたからね。そんなアンナちゃんに来てもらってます。え、マジで？今日の特別ゲストはアンナちゃんです。大好評でしたからね。じゃあアンナちゃんに聞いていく、ミリーちゃんのあんな顔やこんな顔シリーズ。お待たせしました。どこ入りますか？いや、もうあの、ね、お席に半々使ってもらっていいですか？うわ、はい、以前大好評でした、アンナちゃんに帰ってきておりました。ありがとうございます。いや、すごい、未だかつて2回見てた方はあなたを含めて2人だけです。わー、嬉しい、ありがとうございます。記録的。いや、最近あの人気急上昇ということでね、あの放送以来うちではもう瞬く間に噂になってます。まあ嬉しい。放送出てから何かみたいなんて少なからずありました？かな。まだまだ影響力が少ない番組で申し訳ないです。まだまだ頑張るなあかんわ。もうちょっと頑張ります。すいませんでした。というわけでですね、バニーちゃん2人並んでもらったわけなんですけども、まあ、あのアンナちゃんが知ってるミリーちゃんのあんな顔なんかありませんか？あんな顔ありませんか？あ、でも最近までずっと同い年やと思ってました。あ、そうなんですか。おいくつのアンナちゃんって20？来月で1になります。21、うん、でも、もう若さで言うとそんなめっちゃ変わらないですよ。もう一緒一緒、もう肌プリプリやから一緒です。一緒ですよ。どっちかというとあるじゃん、若くて僕なんか、はい、ちょっと大人は20、うん、ね、やっぱ海外のチーズスーとかそんなのちゃう。あ、やっぱそう、やっぱちゃうわ。キリちゃんもちょっと年上に見える。イエス、ディープインサイド。これです、はい、これです。というわけでね、おんちゃんなんかあれですか、例えばこうなんかバーレスクのお店の営業終わりに、え、実はこんなやんな、こんなんなんですよミリーちゃんみたいな。営業終わり、例えばあのうさ耳ほっぽろかすみたいな。いや、え、ミリーさんもないですね。私服のストーキングビリビリとか。いや、めっちゃおしゃれみたいな。めっちゃおしゃれ、私服おしゃれ。あれ、じゃああのアンナちゃんからミリーちゃんは今のところ火の打ち所なしですか？ない、イエーイ。あの日100円バリケチってたとかですか？めっちゃおる。ないですか？ちょ、あと30分時給つけてくれなみたいな。労働時間稼いに来てんねんみたいな。あ、結構ガメついとかあんねんみたいなのはあんまり。あ、そういうのないかな。送り遅いねんけど、うん、みたいな。なかったですか？ないかな。もうムカつ、なんかムカついたらシェッってこと。もうシェッ、山口シェッツみたいなこともじゃあんまり。うん、分からへん。ない。見たことまだないですね。なるほど。まだまだ鉄仮面やってますね。打って変わってミリーちゃんから見たらアンナちゃん、まあ、以前もあのキリーちゃんの方からこんなアンナみたいな聞いたんですけど、まあ、ミリーちゃんから見て、こんなことありましたよ、実はこんな人ですよ、ありますか？一つは英語彼女喋れないんですよ。おでも一緒に中国人の方のお客さんとかとついた時に、はい、
英語が喋れないのになぜかすごいコミュニケーションを取ってるっていうのが一番びっくりしましたね。おお、宇宙人なんかもしれない。違う。新しいフィーリング生まれてるかもしれない。分かった。もうこの得意のもう可愛いじゃないですか。もう得意のこう笑顔とちょっとしたジェスチャーでね、こうね、うまくコミュニケーション取ったと思う。これであれですね、語学学んだ意味なくなった感あります。そうですね。コミュニケーションが勝つんやなっていうのね。なんかボディーランゲージのみでいいってことですね。なるほどね。なんかお一つはってことは二つ目もあったり。え、それだけです。意外となんか天然やみたいな噂をちょこちょこ聞くんですけど、それはもうめっちゃめっちゃ天然なんですけど元からそういう感じっぽくないですか。天然っぽさもありますね。ぽいですか。ありますね、ありますね。え、恥ずかしい。なるほど。靴反対に履いてそうやな。気づかんかった。ヒールの高さ違うやつ履いてるみたいな。カタカタすんな、私よみたいな。私はしょうみたいな。そこまではないです。そこまではない。あ、そこまでやってほしいな。やってほしいですね。いや、じゃああれですね。じゃあお二人とも意外とじゃあ裏の顔みたいなのもあんまりなさそうな感じ。ないよね。ないね。いや、こういや、あってほしかったな。やっぱね、あの見てはる方もどういう業界なんかなと思ってはると思うんで、まあ、言うてもまあナイトレジャー、まあ、夜のお仕事ですから、ちょっとまあね、ギスギスしたみたいなとかも想像されてると思うんですけど、意外とじゃあそういうのはないっていう。ないですね。割とアットホームにやってますか。バーレスクはないです。バーレスクはないです。確かにそのバーレスクはでいいと思います。大多数あると思うんで。僕あのコンパニオンの方から聞いたんですけど、あるお店はすごいあの子とあの子の派閥でギスギスしてるらしいです。怖い。ありそう。大丈夫ですか。ギスギス大丈夫ですか。いともお若いですし、あの年齢層って幅広いじゃないですか、バーレスクの。そうですね。ね、あの30代のおつぼねがいるみたいなことないですか。ないですね。ないですか。うん、大丈夫ですか。大丈夫。やっぱり手振った方はこっちじゃない。あれ中国人でしょ。ボディーランゲージが勝つんでしょうね。勝つんでしょうね。勝つんでしょうね。なるほどね。いや、そういうことですね。いや、せっかくもう英語に関してはあれですよね。じゃあ学んでるってことはもう全然ペラペラってことですよ。喋れます。全然ペラペラ。はい。すごいな。立石さん英語は No English。No English。俺もジェスチャー早からね。立石さんぽいな。女の子相手でもジェスチャーがやってたよ。いや、だからみたいな。わーみたいな。ぽいっすもんね。どっちかって。ぽいぽいぽい。ここめちゃくちゃあの海外の人たまるんで、これからあの何や言うたら一回ここで通訳来てほしいぐらいですもんね。全然なんか向こうから言うてるんですけど、マジ聞き取れなくて、もうちょっと笑顔で、はい、言ってる。おお、イエーイ言ってるから。で考えたらもうほんまにあの羨ましいと思うんですね。ちなみにあの海外に行きたいと思ってる方に、なんかこう、おすすめというか、こうなんていうんですか、海外に行ってよかったことをちょっとミリちゃんから一つ。全然日本、っていうある常識と世界の常識が違うんで、なんか世界が広がります。あのニュースがすごい、ね、なんかだってこうちょっと激務やけど給料少ないみたいな。少ないですね。ね、今の給料の半分くらいになりますよ。大丈夫ですか。そんな稼げない。なんかそんなやらしい話してもうた。いや言うてもね、それは人より露出度高い服装してんねんからそりゃ積んでもらわんという話ですよね。あいつはもうこんなに世間に言うやつこんな格好で出さされてるんですよ。それはもうある程度積んでもらわんと言って、タテイさん持ってますよ。今日はあのタテイさん選んでましたから、後でタテイさんジュース買ってくれますよ。イエーイ。タテイさん、買ってくれますか。もちろん。いや、さすが。あの余裕がある。お金で物を言わす人はあかんと思います。というわけでですね、お時間がそろそろ来れますんでね。はい、バーレスクのバニーちゃんお二人、今後も出勤ですよね。はい。今日1時